どうしたんですか。ちゃんと考えてる。ステージの上どうぞ。わざわざ遠い愛媛までご招待いただいて、本当にまず感謝の気持ちでいっぱいです。今6000人の前での演奏って聞いてすごい今ビビってました。一人でも多くの人にこの感謝の気持ちと、この福島の今の現状だったりとか、そういうものをしっかり伝えられたらいいなって思ってます。少しでもいい演奏ができるよう全員で頑張りますので、よろしくお願いします。頑張れ、いいぞ、楽しんでね。